今日はグレイル、めっちゃ久々にグレイルで爆買いしたから紹介したいと思います。いつも通り来て全部紹介したいと思います。急に寒なったからもう秋冬アウターも入れました。2箱めっちゃカラコンナチュラルやわ。目に合いそうだです。やばい、大量。いつもの自分の系統っぽいのも入れてんけど、ちょっと偏るなって思ったから、結構いろんなやつもやったから、ちょっと参考になったら嬉しいなって思います。めっちゃ久々。あ、そう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 、これファンの子がくれて、これめっちゃ可愛くない？これな、櫛で取れんのよ。服棒までかじって、あ、はい、取れんねんって。あなたが食べたいやつが、それちょっと噛みすぎ、棒まで。あ、無理でした。カーキのシャカシャカ素材のバッグ、ここが磁石でパチンってなってて、まあ、結構もの普通に入る。中にチャックのポケットとチャックじゃないポケットがあって、ここは絞れる。ここがくしゃってなる。あ、かわいいかわいいかわいい。くしゃってなった方がかわいい。めっちゃ入るわけじゃないけど普通に入る。 iPad ぐらいやったら入るかな。雨の日も使いやすいし、いつでも使いやすいから、あったらめっちゃ使う気がする。え、かわいくないこれ。ごめん、下部屋着やねんけど、めっちゃ分厚くて重いニットではないけど、普通に結構分厚めのニットで、へそ下ぐらいのニットで、首もそんな詰まってないから使いやすい。てかこの色かわいい。なんかもじゃもじゃの毛がすごい混ざってる色みたいなやつが可愛い。しかも自分は首があってこれぐらいの、うわ、めっちゃ良くない？首細く見えんねんけど、チクチクもせえへんし、インナーとか着れる余裕もあるからめっちゃ使いやすいと思う。これいいわ、いい。うわ、なんか違和感。似合ってるか、似合っ、いいじゃん、似合ってる。俺好きだよ、それの。女みたいな好きやな、結構。俺好きだね。俺好きだね。下はまたまた気にしないでください。これセットになっててパールみたいなついてるキャミにおそろのショート丈のカーディガンみたいなのがついてるセットです。でボタンはない、普通に羽織るだけ。夏から秋に切り替わる時とかはデニムにこのキャミだけとかで着ても可愛いし、こっちはこっちで普通にロングワンピースとかに羽織るとかでも可愛いから、割とめっちゃ使いやすそう。すっごい癖のある感じでもないから何にでも合わせやすそうし、良さそうですね。福ちゃんのヒゲがいっぱいつくかなっていうぐらいですね。欠点は三つ編みみたいになってます。え、元ギャルモデルのなんか綺麗になった女性の服装。え、可愛い。これめっちゃ気持ちいいけど、服見やばい。今年マジで毛がつきやすい素材なのに。バグ買ってる人、これ異常。え、めっちゃ可愛いわ。これふわふわでおへそ下ぐらいの丈でも、ここがこうなってるから足長く見える気がします。こう見た時の形が綺麗。これめっちゃいいやん。結構あったかいし可愛いです。これ水色ニット。え、これも可愛くない？ちょっとこの水色っぽいのって女の子っぽくて可愛いかなと思って、でもなんかあんま高いとさ、そんな着るかなと思って挑戦しにくいなって思ったから、ちょっとグレイルでこれにしてみました。てか髪の毛の色に合う気がする。これが首がちょっと広めやから、ブラの紐とかはちょっと見えやすい。これ真っ黒やからあれやねんけど、ちょっとずれたりしたら見えやすいから、透明な紐とか、まあ黒とかやったら見えてもいいんやったら黒とか白い紐、カップ付きのキャミとかを中にした方がいいかも。結構広め。丈はこれは普通にへそ上で短めやけど、これ可愛いんやけど結構薄めやから、冬場は中に何か着ないともう裸なぐらい風通しそう。中に逆にあのヒートテック着たらめっちゃあったかい気がする。可愛いです。何も昨日からやばい、サグマに対しての求愛が。めっちゃ女すぎてやばいみたいな感じの服で、でも中に別でこんな感じで同じ色のキャミがついてて、それで上でこんな感じで着る感じ。結構ラブリーかも。似合わへんかもしれへんけど自分は。でもこういうの好きな人、なんか自分結構さ、おっぱいないんやけどさ、なんかドンって見えへん。ちょっと、まあ、薄めのニットって感じで全然使えると思うから、こういうデザイン好きな子はいいと思う。キャミワンピの上からこいつだけ着ても可愛いかも。ラブリーな服じゃん。うわ、なんかモケモケのアウター
です。結構軽い。今やからかもしれへんけど、結構あったかめやけど、サイズが大きいから中にめっちゃ着込めるし、冬めっちゃ使えそう。で、ボタンここ一つ。うわ、隠せますね、これ。中に変なの着てても隠せる。ポケット、この両サイドに大きくある感じです。適当にパッて羽織るだけで、上にロングブーツ履くだけで成立するから、めっちゃいいと思う。いいじゃん。え、かわいい。あ、次もっと短め。めっちゃ少年、今この。これもアウターやねんけど、ここにポケット2つあって、半ケツ出るぐらいの丈、ちょっとお尻隠れるか隠れへんかなぐらいの丈のアウター。結構軽いから、真冬は寒いかもやけど、全然中着込めば使えそうな感じやし、結構かわいいかも。ベルトみたいなのついてるからさ。こうやってして来たら冬場も結構あったかいし、てか冬服この髪の毛暗い方が自分的に映えるわ。オールインワンみたいなやつ、これかわいい。これよう持ってる。自分こういうの好きやから、夏かもこれ使うん。キャミとか T シャツでも使いやすいし、まあ冬は中にタートルネック着てもいいかなって感じやけど、結構素材が夏っぽい薄めやけど、まあ一年中ちょっと着方さえ考えたら使えそうやからいい気がする。ちょっとこれ気にせんとって。可愛くない？めっちゃいいやん、これ。これは別の全然セットでもなんでもないやつなんやけど、何にでも合わせやすいやけど、これでも良さそう。え、可愛くない？ちょっとリボンめっちゃいび、何このリボン。え、これ可愛い。この組み合わせ結構自分は好きかもしれへん。可愛いです。こんな感じ。急に寒くなるから、これ1個持ち歩いといて、夕方急に寒なったらこれ上から羽織っても、めっちゃ可愛いですね。じゃあ次。なあ見て、めっちゃキキ。でもめっちゃ楽、これ結構でかいからめっちゃ楽やけど結構キキ。まだダメ、ご飯まだダメだよって言ってます。じゃじゃすんな。これなんかな、この前なあれ、多分ヒカルちゃんがサイン会でキキキのやつかぶってたから、もうキキに見えるんかもしらんけど、でもキキやんな、これキキだね。キキやんな。そうじゃなかったとしてもキキやんな。え、めっちゃキキじゃない？ほら、これ向こうの機材、ほら、あ、めっちゃいいやん。キキ、さすがにハロウィンに使いたいと思います。でもまあネイビーやから普通に使えると思うけど。キキちゃんです。でもこれさ、上下めっちゃ楽じゃない？これ片方ずつだけでも使えるし、ワンピースじゃなくて上下セットになってるからめっちゃ使いやすいと思う。うん、でも普通に可愛いと思う。ブーツとか履いてちっこいカバン持つだけでほんまに成り立つから、めっちゃいいと思います。なんで俺の携帯見んの？携帯監視してるん、服、うん、中身見てる、携帯の文字読んでる。あ、どう？両方グレーです。これはキャミワンプはこんな感じで、シャカシャカまでいかんけど、シャカシャカっぽい生地。で、後ろはこんな感じ。結構ゴムやから全然誰でも着れると思う。結構ゆったり着れる。ドンって見えへんからいいですね。ちょっと今見えにくいから上げてんねんけど、パンツこれ可愛くない？ここリボンブリブリしすぎず使いやすいし、これで上を可愛らしくしたら全然女の子っぽく着れそうな気がする。で、さっきカーキのワンピースの時に中に着てたタートルネックが普通の黒のタートルネックやねんけど、親指通すとこついててピロ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 ってなってる。普通のやつも持ってたらいいけど、こういうのも1個持ってたら割と、え、可愛いかも。ということで、今からちょっとどうしても外に出ないといけない用事があるんで、また帰ってきたら撮ります。すいません、行ってきます。違う日になりました。すいません。また続きを紹介したいと思います。走り込み YouTuber ピラティス、なんなん、うん、スカートです。スカートじゃない、中パンツでスカートになってて、ちょい固め素材みたいな感じのやつ。これ形めっちゃ可愛い。結構短めやけどめっちゃ可愛い。ジップです。うわー、シースです。うわー、なんかポテンツしたからか分からんけど、めっちゃ光ってない顔。これでも、いや、ツヤのパウダーはたいたからかな。じゃん、このトップスたちっていうかやねんけど、このシアのなんて書いて RF
こういうロゴ透け感のあるやつやねんけど、首元がこんな感じと上のこのファーのビスチェっていう、まだビスチェっていう呼び方さ、ちょっとさ名前名称やのにさ呼び方時代によってコロコロ変わるやめてほしいんですけど、長さ調節できるからめっちゃいいなと思った。これは別に1枚でも着れるし、上から T シャツ着ても可愛いし、こういう合わせ方しても可愛い。これも結構何にでも合わせやすそう、だから両方めっちゃ使えると思った。そっち行っていい、そっち行っていい、やってもいい。かわいい。なんか服こと毛やばいって言ってたやん。毛やばいねやけどな。まだ。まだやばいやけどちょっとマシになった。抜け切って。かわいいって言ってるやん。はいはいはい。すいませんすいませんでした。どんべん。うわドンペンいじめんとって。次これ可愛くない？ピンクのダウンベストやねんけど、すっごい丈がショート丈なんよ。これなんかカラーは結構あった気すんねんけど、自分はくすんでるから使いやすいかなと思ってピンクにしました。ここにこれがあるから両方なプシュプシュって調節もできる。調節したらちょっと印象も変わるかな。可愛い、めっちゃ可愛い。これでもさ、こういうさあったかいやつの袖ないやつってさ、いつ着るん？じゃん。なんかトップスでめっちゃ短いわ。ほんまあばららへん結構ぴったりめで、袖の部分がこんな感じです。後ろはやねんけど、なんかちょっと一癖ある形の、なんか首の開き方もちょっと違う。でもここが割とピタってなってるから、こうしても全然気にならんからめっちゃいい。シャカシャカのロングスカート、クリームっぽいカラーを選んでみました。シャカシャカやけどうるさくないレベルのシャカシャカ、なんかカチカチシャカシャカじゃない感じ。ポケットがあって、ウエスト部分はこういうので調節できる。なんかこれ何合わせたら正解か自分は全然分からへんねんけど、何が正解なの。このカラーやったら全然ミリタリーっぽすぎひんくて使いやすそう。よく、あ、めっちゃインスタで見かける人。自分はこういうのさあんまさ着いひんからあれやけど、長さはお尻半分ぐらいかぶるかなってぐらいの長さで、ポケットはここについてる感じで結構軽めで、中はこんな感じやねんけど、温かさを求めるよりかはなんか可愛さ求めるっていう感じが、なんかいい感じ。うわ、え、同級生の頃みたいな感じの服装、ちょっと年相応、ちょっと関西人っぽいかも。このこれ大阪の友達こっち系多いかも。ほんま独断やけど関西人っぽくない？わかる？人の好みっていうのもあると思うけどさ、住んでる地方とかさ好きなものの好みでさ、結構服装ってさわかりやすく変わるやん。あれってなんなんやろな。なんかこれ着たくない？着たくない？可愛いな、これ結構高見えするかも。なんかペチコートとかはついてないんやけど、中にこういうのが入ってるから透ける心配もない。みんな高い位置でゴムになってるからちょっとスタイルアップして見えるかなっていう感じで、ゴムはなそんな伸びひんかも。きつくないけど割と今ピタッとしてる感じ。長さは153cmでほんまギリギリ、ブーツとか履いたらちょうどいい。女性らしいけど可愛いっていうよりかはちょっと大人っぽい品ある感じやから可愛いかも。ちょっと今ついてないんだけど、ボタンで留める感じで、首元もボタン、うん、可愛い。じゃあ次、やばい苦しい。これめっちゃな可愛いねんけど、なんか自分肩幅結構あんの、ここの骨。友達にも肩幅あるって結構もう言われるぐらい肩幅のキュッてして見える気がする。ある？肩幅でも割とオフショルってさ普通に生活したら上がってくるやん。でもなんかこれちょっとぴったりね、ここら辺がちょっとピタってしてるからそんなに上がってこうへんし、ずれる感じもなくてめっちゃいいかも。オフショルのストレスがあんまない。くすみピンクみたいな感じも可愛いです。
で次もう苦しすぎてやばいんやけど、これスカート、なんかパンツ、ピチコートみたいな感じのやつでパンツになってるスカート風のやつやねんけど、自分 S サイズにしたんよ。めっちゃきつい。長さも短いから M とかにしてもいい気がする。身長小さめの人でも苦しい。で後ろがこのチャックで、もう他ほんまゴムは一切ない感じ。この形が可愛いから、何伸びる素材がじゃないと思うんやけど苦しい。ちょっと次リボンさ、前向きでもなかなかできひんからさ、多分あんま綺麗じゃないと思うんやけど、ちょっととりあえず、え、奇跡的にさ縦結びとかなってないんやけど、めっちゃ切れない。え、見て、切れない。透けるぐらい薄い感じやから、ブラジャーのとこだけ2枚重ねになってる。あ、ここも2枚重ねも、袖だけ薄め。下ブラジャーとかで着ても別に大丈夫かも。え、これ可愛いやん。ざっくり編み編みのニットで重ね着する感じのやつやねんけど、さっきこれ着てたシアのトップスやねんけど、こんな感じ。これ可愛くない？コーデがマンネリしてたらこいつを着るだけでどうにかなんか結構雰囲気変わりそうやし、このシアのやつの上にちょんとするだけでちょっとあったかいから、昼間暑いけど夕方寒いみたいな時期とかに結構これ使える気する。なんかワンピースの上とかにも着ても可愛いかも。じゃん、次最後やねんけど、ちょっと短めのコートです。でボタンが2個ついてる、まあ、結構分厚めやねんけど、こう着るとジャケットみたい、可愛い。しかも肩もこうストンって落ちてるからすごい可愛いです。なんかめっちゃで、前開けても着ても可愛いし、ここにポケットがついてる。結構大きめやからスウェットとか着てる上からバッと羽織っても全然余裕やと思う。でこの紐、ちょっとリボン結び上手くなったかも今日で。たら系統変わるな。さっきは結構カジュアルにジャケット羽織る感じやけど、これをギュッてまた絞ったらちょっと可愛らしくなる。アウター自体の印象が変わるから違うものに見えるからめっちゃいいと思う。可愛いわこれ。ジャケットやと寒いけど、ジャケットこのコーデに着たいねんなみたいな時とかにこれめっちゃ使える気する。真冬は無理やと思うけど、普通のジャケットよりかは分厚い。以上です。今回グレーの購入品紹介というか、購入品紹介というかグレールのお洋服紹介自体久々やったし、家でさおしゃべり系お話系が多いからこういうのも久々やったんですけど、皆さんもちょっと冬服買う時の参考になればいいなって思います。自分は結構このアウターとピンクのダウンベストも可愛かったし、グレーのリボンのパンツもめっちゃ可愛かった。まあ皆さんもよかったら冬服の参考にしてみてください。ということで、見てもらいたかったか、なんかまあ参考にしてくれたらなみたいな感じです。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ。